こんばんは。ちょっとカバン持ってきていいですか。ちょっと一瞬もう一回いなくなる。こんばんは。今日撮っちゃった。はい、ちょっといろいろお話したいことがあるんですけども、まずはこの髪型で失礼します。こんばんは。一瞬で。ありがとうございます。バラもありがとうございます。うん、ちょっと眠たい。こんばんは。ギフトありがとうございます。そうですね、はるかが卒業発表生誕祭でしたんですけれども、そうなんで、ちょっと昨日あの生放送に出演させていただいてて、今日はよく眠れそうです。こんばんは。もうまあ全然大丈夫。あ、ちょっとメールに書いてたら、書いてる途中になんか時間になっちゃって送れなかったので、明日送るね。チャットにはね、写真を送りました。録画してくれた、ありがとう。皆さん、なのでちょっと今日返信とかなんかそういうの全部チャットに送ってくれたら嬉しいです。ごめんね、この後すぐ見るね。 TVer で見た、ありがとう、ありがとうね。うん、ふむふむ。アメ舐めながらでもいいですか。あれ、アメがない。チャットに私今日、あ、久しぶりの劇場公演だったかもです。うん、うんうん、素晴らしいです。なんか久しぶりだったかもです。まあ、はるかが一番久しぶりなんですけどね。うんうん、
そうそう、はるかが2期生の最年少赤ちゃん、はるかがラブユーありがとう。最年少はるか赤ちゃんが発表されたんですけどね、そう生誕祭で発表でファンの皆さん驚かれたのかな。ハートありがとう、お花ありがとう。うん、どうなんですかね、村民の皆様。でもなんかはるかもさ、ツイッターで公演生徒さん絶対来て、村民のみんなってね呼びかけていたから、なんかきっとはるかは生誕祭でファンのなんかより自分のより多くの自分のねファンの方にあの自分の決断をね聞いて欲しかったのかなって思ってて、なんかきっとその場にね来て生誕祭楽しみだなワクワクってなってたファンの方はもうなんかすごい衝撃的なというかすごい寂しい気持ちになったかもしれないんですけれども、私たちと一緒にはるかのことをこう盛大になんか送り出せたらいいなって、まあ、今すぐじゃないのでそれは12月末なのでこの3ヶ月ぐらいでいっぱい思い出作ってで新しい目標に進むはるかを見送りできる状態にしたらいいなって思いました。し、なんかまあはるかはねその卒業後も芸能界を続けるということなのでね、皆さんね、安心してね。うんうん、ハートありがとう。うんうんうん劇団をね路上でね、うん、やっぱり推しは推せる時に推そうねえ押せるときに押すんだ、お願いしますあ、明日おしゃべり会お願いします。うん、あ、推しを増やしてって言ってるわけじゃないですからね違うからね。うんうん、そうですね、まあもう寂しいったらありゃしないですよね。まあ、でも、まあ、はるかはなんか中学生の時から知ってるからなんて言うんだろう、すごい中学生の段階でこの業界に入って大人メンバーの私たちとかともすごい仲がいいから、ねえ、なんか二十歳だっていうことに驚きなんですけれどもでもね、そう二十歳のはるかなりにいっぱい考えて下した経営通談だと思うのでなんかそれは尊重しないといけないなって思うし、まだ20歳なので可能性無限大、
あ、尊重す。尊重。応援するよって優しく声かけてくれたら、はるかも喜ぶと思うし。本当に NGT をね、中心となって引っ張ってくれて、こんな紙で言うのは何なんですけど 本当に、まあなんか NGT らしいってさ、難しいけど、まあ私の中ではすごい NGT らしいというか、らしいって難しいよね、らしいって。主観で 勝手な主観ですけど、私の NGT らしいメンバーだったんじゃないかなって。ああ、でも私の NGT らしいっていうのはやっぱ先輩に影響されているから、一期生さんらしいというか、一期生さんと交えてもなんというか、やり取りできるというか、 MC 盛り上がるような、なんかメンバーっていうのかな、それが NGT らしいなっていうの入るのか。あー、ありがとう、はるかマラソン民、文政さん、ありがとね、今日台湾からね、来てくれて。なんか結構おしゃべり会で、私とはるかの共通のファンの方いらっしゃるんですよ、結構。で、なんかその方に、生誕祭来るって、ね、全員に聞いてみたんですけど、行くよって、いや迷ってる、行けないんだっていう方にも来た方がいいよって言いました。でもなんかその発表をね、その聞くって、わかんなんか、そのでもなんかその生誕祭に入ったことは後悔しないでほしいというか、だってそれが推しメンにと、推しメンはるかはより多くのね、自分のファンの方に聞いてほしい、満席の状態で自分のことを好きな人に聞いてほしいっていう願いがあって、発信していたわけだから、ツイートしてたから、なんかそのはるかのさ、望みをね、それは叶えてあげれることになってるから、そのなんか後ろめたい気持ちはないでほしいなーって思ってしまいますね。いや難しいよね。しかもそのはるかのさ、劇場公演って結構久しぶりだし、その夏ブロックも初めてだし、っていう意味で、まあより、はるかと一緒に過ごす時間が、まあ、この一日でも増えたということで、絶対今日見に来てくれた、ね、はるかファンの方は、まあ自分のことは絶対責めなくていいと思うし、責めてないと思うかもしれないけど 責めなくていいし、なんかその、村長が決断したその時をね、同じ空間で受け止められることができたっていうことだから、ちょっとめでたいっていうのは違うと思うけど、まあ歴史的なはるかのそのなんか瞬間に立ち会えてるわけだから、はるかはね、来てくれて嬉しかったと思います。ハートありがとう。
ね、見届けてほしいっていう願いだからね、本人の。尊い。ありがとうございます。難しいよね。ソウルメイト、私も私もソウルメイトかしら、はるかの。タコありがとうございます。あー優しいね。でも推しがそう願っているんだったらいいんじゃないのかなって思いますけどね。推しの、それが自分が応援している推しの決断なら、それも応援のうちに含まれることかもしれないし、まあ、考え方によっては、公園来てっていう、よっこらしょ、卒業しても村から出ないままでもだ。応援してね。お花ありがとうございます。はあ、はあ、はあ、長い付き合いだから寂しいですよ。ねえ、しかも自分より4つ年下の同期がさ、先に卒業するなんて思わないじゃないですか、まあ、年齢だけで言ったらね、同期の。4つ違いますからね。最年少ラインだったから、なんか普通に見送ってもらうつもりというか、ね、順番で言ったらそうだから、今日ちょっとキャッチフレーズで動揺しちゃったんですけど、ね、お昼も、まあ、夜はあれで合ってる、はるかの元へで合ってる生誕祭のお花と冠ね、可愛かった、すごいはるかに似合ってた、よかったね。動揺しちゃった。でもあれですね、同期が揃う公演ってやっぱりなんていうの、なんか居心地いいっていうか、なんか故郷って感じでも私来週同期一人の公演あるんですよね、どうしよう。まあでももう1期生さんとも7年6年の付き合いですし、3期生のみんなともすごい仲良くさせてもらってるから、私が多分遠慮しなきゃいい話なんですよね。でも同期一人なの初めて。あれかも、アンダーの時はそういう日があったかもしれないです。アンダーぶりだ、同期一人そろそろおつぼね組、いやもうそろそろじゃなくてもう殿堂入りなんですよ私もうもはや、
殿堂入りしてるから。名誉つぼねです。うん、そうだよね。そうなんですよ、みはるさんが卒業されたら私まりなさんの次なんです。カフェ行ってらっしゃい、ありがとうね。うん、マジだよ。佐藤家本当に。いや本当にそんな日が来るなんて思わなかったですね。まあでも本当高校生の時はもうとにかくもうなんか年齢とか何もとらわれずに、枠にとらわれずになんか突き進んでたので、なんか自分がね年取ってるの気づいたのは本当最近です。気づかなかった。ハートありがとうございます。ねえ、年齢を置いてきてるので私は。まだ分かる。あ、ありがとう。みんなここのみんなはね絶対そうやって私のことをね若いって肯定してくれるから。優しいですね、ありがとう。みんなも気づいてないかな。あ、もう時間だ。ちょっと念のためランキング読ませてください。はい、さけこういちさん、神鍋さん、かんやとさん、きだかんかんさん、まーちゃんさん、ルフィさん、超快速さん、やなさん、みやぱんさん、にしたむさん、すぐさん、たかしさん、そして1位が文星、はるかむらそみー。タワーありがとう。でもはるかのファンの皆さんに、そう、元気出してっていうのはまた違うとは思うんですけれども、私もはるかのことを応援するし、これからも友達であることには、一緒なのと同じで、皆さんの推しは変わらずはるかだと思うんでね、みんなで一緒に支えていきましょうね。よし、では明日も配信します。よろしくね。お疲れ、ありがとう。ギフトもいっぱいありがとうございます。明日ね、おやすみなさい。